あのメンバーおもろかった。あの、私と葉山とソシエとあの前本さんとジョーリキッツさんで やったんだけど、なんかおもろかった不思議なメンバーだったんだけど、不思議でもないのかな、でも不思議だよな。父毛や前本はあったけど、父毛や前本力一、うん、おもろかったね。またやりたいなって、また何かしたいと思いつつ、でもあのメンバーって多分がっつりとしたゲーム遊ぶ系じゃないから難しそういや、そう、コラボするときって、あれ私がやりたくて声かけて集めた、集まってもらったかな。もうみんな忙しい、マジで忙しそうで日程組むのクソ難しかった。なんかそう、みんな集まっていただいてマジでね、ありがたいでしかなかったんですけど、うん、いやー楽しかったな。やっぱこうコラボって誰呼ぼうかなみたいな、誰と遊ぼ、あ、なんか誰にお声掛けしてこう遊ぼうかなって考えるの楽しいなって思いましたね。